日本製のマニラ地下鉄道がとんでもなくやばい。皆さんこんにちは。ネックス工業の未来です。本日もご視聴いただきありがとうございます。動画が良ければいいね、チャンネル登録をお願いいたします。皆さんはフィリピンの首都マニラで地下鉄が建設されていることをご存知でしょうか。フィリピン初の地下鉄建設計画で日本が数々の支援をしています。しかし、フィリピンでの地下鉄建設は中国も受注しており、水面下で競争が繰り広げられています。そこで今回はフィリピンマニラの地下鉄建設にフォーカスし、建設内容や日本の最先端技術についてお話しします。マニラの地下鉄計画は直面する交通と環境の課題に抜本的な解決策を目指す歴史的なプロジェクトとして注目されています。首都圏の北部から南部パラニャーケ市のニノイ・アキノ国際空港を結ぶ全17駅、約 36km の地下鉄を建設するもので、交通渋滞緩和と効率的な輸送システムの確立、大気汚染と気候変動の軽減に向けた取り組みです。マニラの地下鉄が建設されることによって、自動車での移動時間が約2時間かかる区間が約1時間に短縮されることや、日本をはじめとした各国の技術と資金援助により、最先端の鉄道システムと環境に配慮した建設手法が導入される予定です。フィリピン国内外の多数の建設企業と協力して進められ、多岐にわたる産業と地域社会に多大な影響を与えます。マニラの地下鉄はフィリピンが21世紀の交通と環境問題に積極的に取り組む象徴として、今後の成長と持続可能な発展のための基盤となるでしょう。フィリピンマニラの地下鉄の建設工事は、日本政府の円借款プロジェクトとして大手建設会社である清水建設を代表企業とする共同企業体 JV が主導しています。マニラのミンダナオ通りからウェスタンビクタンに至る全長 33.1km の地下鉄路線が計画されており、17の駅舎と車両基地が整備される予定です。 JV が担当するのは、北端の車両基地から霧のハイウェイ駅、丹丹空駅、ノースアベニュー駅に至る先行開業区間 CP101 コークです。この 7.3km の区間では、車両基地と3つの駅舎の建設、さらに計6本のシールドトンネルの建設が行われます。このプロジェクトはいくつかのフェーズに分かれて進行しており、2019年から2021年にかけて車両基地や各駅、トンネルの建設など各種施工が次々と発注され、JV の総受注額は約1585億円に上ります。建設は2021年8月から開始され、各工区での進捗は順調で、2027年7月に全体の竣工が予定されています。また西松建設は2022年10月6日にマニラ地下鉄の一部区間 CP102 工区の工事を受注しました。この区間はケソン市内で2つの主要な駅を含む 3.2km のシールドトンネル工事を担当するもので、契約総額は約512億円です。続いて三井住友建設も CP103 工区を落札したと発表しました。この工区もケソン市内で総延長約 6.5km の土木建築設備工事を含むもので、受注額は約657億円となっています。さらに三菱商事はフィリピン運輸省からマニラ地下鉄の鉄道システム全体を設計製造設置する契約を獲得しました。その価格は約1400億円となっています。住友商事と総合車両製作所 J トレックも参加しており、合計240両の鉄道車両を納入する契約 CP107 を獲得しています。この契約には職員のトレーニングと技術教育も含まれており、総額は約575億円です。特に注目すべきは J トレックが持つ豊富な経験と専門知識です。この企業は日本国内で通勤車両のトップシェアを誇り、新幹線や特急車両、ハイブリッド車両など多様な製品を提供しています。近年では次世代ステンレス車両ブランドサスティナを展開しており、東南アジア市場にも進出しています。これらのプロジェクトはフィリピンの交通インフラを劇的に改善するだけでなく、日本企業による高度な技術と経験が大いに貢献していることを明示しています。フィリピン・マニラの未来を切り開く地下鉄建設プロジェクトは、
日本の最先端技術を活用しています。すでに工事が進行しているマニラ首都圏地下鉄事業 CP101 工区ではシールド工法によるトンネル掘削工事がスタートしています。具体的には6基の高性能デード圧シールド機が総延長 9.5km にわたる地下鉄トンネルの構築に使用されます。内径 6.1m のトンネルはノースアベニュー駅、丹段空駅、霧のハイウェイ駅を結ぶ重要な区間であり、2023年1月9日には車両基地から出発する最初の2機が稼働を開始しました。プロジェクトの進行はフィリピン人作業員と日本の JV スタッフが協力して行っています。フィリピンはシールド工事経験が少ないため日本からの綿密な教育と指導が必須となっています。特に安全管理には最大限の注意が払われ、各作業プロセスは厳格な監視のもとに進行しています。日本の高度なシールドトンネル技術により安全性と効率性が確保されるとともに、フィリピンの公共交通網の質が大きく向上することが期待されています。さらにこの成功をもとにフィリピン全土での交通インフラ改善が進む可能性を秘めています。マニラ首都圏の交通渋滞は多くの人々にとって毎日のストレスの一つであり、それがもたらす経済的損失も少なくありません。2006年のフォーブス誌にマニラが世界で最も混雑した都市にランキングされたこともあります。しかし今後のマニラ地下鉄の完成によりこれらの問題が大幅に改善されることが期待されています。特に目を引くのは従来2時間かかっていた移動時間が1時間に短縮されるという点です。さらにこのプロジェクトは雇用の創出とスキル向上を目指し、フィリピン人作業員に対して高度なシールド工事の技術教育が行われる予定です。これにより安全かつ確実に工事が進められ質の高い交通インフラが提供されることとなります。フィリピン初の地下鉄としてこのプロジェクトは渋滞解消のみならず商業活動や観光産業など広範な社会経済に恩恵をもたらすと期待されています。日本が地下鉄建設の分野で世界をリードしているのは偶然ではありません。日本は1927年から地下鉄を運営しており、特に東京や大阪などの大都市での地下鉄の運営経験が豊富です。この長い経験は安全性や運行の効率性、信頼性の向上に寄与しています。一方中国も短期間で大規模な地下鉄網の展開を支える技術を持っており、特に大量の乗客を効率的に輸送する技術や新しい車両の開発などで技術革新を進めています。しかし安くて早いだけではなく信頼性と安全性が求められる場面では多くの国が日本製の技術を選んでいます。地下鉄技術は乗客の命に直結する重要なインフラです。安全確保は最も重要なファクターであり、日本の技術は圧倒的な信頼を得ています。今回のマニラの地下鉄建設は中国系企業と日本企業が技術力で競い合っています。しかし注目されるのは日本のシールドトンネル技術の優れた実績とその応用能力です。川崎重工や IHI が開発した高度なシールドマシンは世界中でその価値を証明しており、軟弱地盤でも堅牢なトンネルを構築できるという点で他を圧倒しています。この技術は英仏海峡トンネルの成功や東京アクアラインの安全な運行など数々の事例で証明されています。日本が必ずしも全ての工法で世界一であるわけではありませんが、総合的な安全性と効率性を考慮すると日本の地下鉄技術は他を圧倒していると言えます。実際に日本の先進的な地下鉄技術がマニラの新たな地下鉄建設で大いに活躍しています。安全性と効率性において世界をリードするこの技術はマニラ地下鉄プロジェクトの成功に不可欠な要素であり、その完成後には国内外から高い評価と賞賛を受けることはほぼ確実と言えるでしょう。日本の地下鉄技術はその高度な技術力で今後も多くの国と都市の未来を築く存在となるでしょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そしてこの動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。また X と LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。
気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは、今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。